さあ今日はちょっと怖いとこに来てます。こちらは数年前に倒産した病院なんですが、なんとこの中で写真を撮ると必ず不思議なものが写るということで、地元の若者たちの間で話題になっている場所なんです。その不思議なものっていうのは一体何だと思いますか？そうなんです、この建物は中に入ると必ず心霊写真が撮れる、そういう場所なんです。以前この中で心霊写真を撮影したという若者に話を聞いてきました。あのここら辺でその有名な心霊写真が写るスポットっていう感じであったんで、まあ、ちょっと仲間とノリで写っていくことになって。それは実際写ってました。これなんですけど、これはっきり、あ、これはあの友達の彼女を白く塗って変装してもらって写真を撮ったんですけど、このはっきりしてるのと別で、あー、うん、まさか本当に映るとは思わなかったんで、で一応まあこれ撮ってからなんですけど、友達の中で体の具合が悪くなってはいたりとか、あとこの彼女ですね、友達の彼女なんですけど、この子はあれ以来連絡が取れなくなったみたいで、なんかちょっとすごい気持ち悪いなみたいな。それだけではないんです。実は先日この建物の中で一人の男性が階段から転落して救急車で運ばれるという、そういう事故があったんです。怪我をしたという男性に取材をしてみると、正直あまりよく覚えてないんですよね。バイト仲間4人で、はい、まあ、肝試しに病院入ったんですけど、一人になんかなっちゃって、はい、あとはもう真っ暗な病院の中で記憶が途切れちゃって、かすかにでもちょっと記憶に残ってるようなことってありませんか？何か、あ、買い物が見えた気がしますね。赤いものですか？うん、あとあそこの病院に自分のデジカメを落としてきましたね。それは取りに行こうとはしてないんですか？もうちょっと嫌ですね。このように怪我人が出たということで、この建物は危険であると先週この廃病院の所有者が取り壊しを決定した曰く付きの場所なんです。嫌ですよ。写真撮ってくるんですか、こんな中入って。やめましょうよ。やだな、暗いな、怖いな。ちょっともう帰りたい。この先にちょっと入ってみたいと思います。なんかこう埃っぽいような、なんか空気がよどんでる感じがすごくします。本当に心霊写真が撮れるかどうかいくつか写してみたいと思います。このカメラ、怪我をした男性が落としたカメラですね。これ何か不気味なものが映ってます。
ちっあちっ、あれ誰かいる。